にですね、カプセル掛け替えね、これカインズホームで買ってきました。あんまりうまくないんですけどね、なんか1回しかやったことないからできるかな、まあ、ちょっとこういうのでうまくね、ここの壁がね、YouTube 上、なんかかっこ悪いっていうことに気づいた、ね。うっかり下にやるといいって感じするんで、できるかな、僕。これだけでもだいぶ、なんか、日本感ありますね。あ、いいっすね。おそらく、この感じだと、これもね、後ろが結構あれなんですよ、取りにくい。全部取ると剥がすときに結構大変だったりするんで、まあこれにも黒がね、いるんで、まあ、素人 DIY なので、ちょっとすごいですよ。でもさあさあさあって、できてしまいますからね。さあ、うまくできるかな。うまくできた。チャンネル登録。よし、最初の一段は、こっからですよね。こっからどういう風に、この絵柄はどっちかというとあまり失敗しても、もしかしたら目立ちにくいのかなと思って、
か。あ、サイドもあまり切らなくてもいけるのかな。よいしょ、こういう感じで、スイッチがね、あるんですよね。
こういう形で。いきまーす。面白いね。ここにこういう風になって、ここだけ焙煎スペースのような感じでなっていきます。カメこうですね。雰囲気がありますね。レンガの焙煎所のような感じです。ちょっとね、これをね、再利用していこうかなと思います。これをね、こう入れたいんですよね。こういうのが面白いかな。そこまで支障はないようなので、これを、これがカッターと小切りのハエの子みたいな感じですよ。ちょっと
クロバット、すいません。そうですね。よいしょ。まあちょっと時間もないので適当な感じになってますけど、ちょっとあまりに焙煎をしたいのでこういう形でどうでしょう。ではこれを入れたかったですね。こういう感じ。